います。そうですね。まあこの後に PK 戦がありますから、うん、選手たちは少しでも体力を回復しておいた方がいいでしょうね。そうですね。見てまいりました。本日の試合延長前後半まで戦いましたが決着はつきませんでした。しかし勝者を決めなくてはなりません。最後まで見届けましょう。ボールが置かれます。最初のキッカー1本目はきっちりと押し込む。まあ先制は決めていくと有利になりますよね。どこを狙うんでしょうか。どうだ。こちらも確実に決めてきました。1対1です。ハリムシャールジャ2人目です。コースは読み切りましたね。2番目のキッカーです。どうだ。これはキーパー逆を突かれました。影比ですね。ハリムシャールジャ3人目です。さあどこへ蹴る。キーパーの逆を突きました。読み勝ちですね。3番目のキッカーです。さあどこを狙うのか。決めます。キーパー右側。さあイーブンになりました。そうですね。ここからはミスできませんね。4人目決める。キーパーの左。おーっとうまい。4番目のキッカーです。コースは読みは正しかったんですが及びませんでした。決着はまだつきません。ハリムシャールジャ5人目です。どうだ。打ち抜く。いや入れて当然とはいえね、落ち着いてましたね。ファンギンジンシュン、もう後がありません。さあどうだ。まだゲームは終わりません。決着がつかない。突然の死サドンです。どうだ。本当にね、落ち着いてますよね。ここは外せませんよね。決めるか。決められた。サドンです。続きます。サドンデスになるとね、一つ一つ本当にね、呼吸ができませんね。さあどこへ行く。 PK 前ですからね。外した瞬間負けです。決められた。サドンデス続きます。止めるの難しいですからね。サドンデスです。どうだ。左端を選択しました。ちょっと読み違えたんですかね。ハリムシャールじゃ止めれば勝利。さあどうだ。決められた。サドンデス続きます。 PK 前ですからね。外せば終わりのサドンデス。さあどこ。これやられるとね、キーパー辛いですよね。ハリムシャールじゃこれを止めると勝利が決まります。決めるか。ここでついに勝敗が決しました。いや白熱した PK でしたね。ハリムシャールじゃ最後までもつれ込んで